Thank you.
そうですね。まあ、本当にありがとうございます。結構昼の部からいてくれる方もうちらほらちらほらっていうかほとんど話そうかなっていう。社長。社長。でもよ。夜の部だけ来てくれてる方もまあいらっしゃるので、ありがとうございます。まあ、本当に、急遽ながら、夜の部やってよかったなと思って、逆に本当にやってなかったら、あの時間に終わって、なんか帰るのちょっと寂しいなって、すごいな。打ち上げやればいいじゃん。打ち上げやったとしても、やっぱり、今ぐらいの時間には帰り出しますよね。でも左も遅いね。朝まで行けばいいじゃん。よし。よし。よし。持たないです。まあでも本当に急遽ねバースとイーブ出てくれて本当にありがとうございます。いや出るでしょ。本当にまあ軽いノリっていうか冗談半分でっていうかまあ本当やっぱ出てくれたらいいなっていうぐらいだったんで本当に奇跡だと思ってます。本当にバースに関してはバースがやばかったね。最初なんかバース誘ってるからウィーブ行けるっしょみたいになってサンバースでやるっしょみたいな感じで来てわーったらすぐ確認するっつって確認して行けるよって言ったら帰ってきた返事がバース NG かもしれない。水曜日の話でしたね。水曜日で行けるよ。暇じゃん結構。まあそんな流れがありまして、そうですね。あとはそう、静かにも、実は、静かに人も日々っていう、今人気のバンドがいるんですけど。まあ、新規のコースでね。新規のコースでやってますから。そうだ、そうだ、そうだ。コースでやるの？やったいや、もう、本当は失礼だろ、お前。後でやるよ、そのやり方。後でやるよ。グーで。ぶっちゃけ、静かに潜む日々とステレオタイプってすごい、やっぱ知名度の差もありますし、やっぱ。かっこいいよ。やっぱ静かに本当にかっこいいですし、なんで、まず静かにやっぱ声をかけたかっていうと。まず6月の沼津で活動限界がありまして、その時にもちょっと出れなくて、でもっと遡ると僕ら2011年ぐらいに活動を休止ってアルバム作り出す前なんですけど、その時の休止ライブ御殿場で企画した時に静かに出てて、その時の帰り際に一緒にまたやりましょうっつって約束したのを覚えてて、しかし実現していないな。未来の話してる今、実際出てくれるっていう運びで進んでた。未来の話今日もギリギリまで本当はまあ一緒にできたらよかった。でもまあそれはまた次の日か。自分で匂わすじゃん。来週ここでやれ。夜の部2ってやつ深夜の部深夜の部行く成り立っちゃった。いつだって行くよ。ステレオやってくれたらいつでも行くよ。ちょっと滑ってみたいな。あんま言わないわかった。あんま言わないわ。まああとは、まあ最近ちょっと僕もレーベルやってることでちょっと有名なんですけど。社長。有名なんです。社長。まあ東京ブルースっていうアルバム出してくれたラブザベイトの佐野さんも出たいって言ってくれたりとか、なんか。お社長。
一緒に軽くバンドやってたりして。軽くってなんだ。軽めにか。で本当やっぱし郷くんとかと話してて、本当に佐野さんなんかすごいねみたいなね。いやー話してるね。本当だよ。いや俺と芹沢はケンジよりは仲いいですからね。俺が俺何の話してる。正直僕も佐野さんに対してバンドのモチベーションはそこまであると思ってなかったんで、もう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 どういうこと。まあそういう電話をもらって本当に嬉しかったです。ちょっと出たいっていう。はい。え、やらない。まあ多分やらないです。まあそれじゃ楽だ。まあその佐野さんとやってるキテンっていうバンドがあるんですけど、そっちも実はちょっと言っていいですかね。あ、いいよいいよ。この場でいいよいいよ。実はちょっとリーダーの川村さんっていう方が今ビデオ撮ってたからちょっと休止っていうことで。初の限界キックやるもんな。来年来年来年。そっちもあるみたいなんでよろしくお願いします。最近あの電話切る時の口癖はレーベルの人にならないようにっていうの口癖だ。バンドをやるっていう意思が、バンドをやるっていう意思が。まあそう、まあちょっとやっぱ心のどこかでキテンやってこうって思ってたんで、ちょっと残念なんですけど。ディスられてます。ちょっとね、何言ってるか分かんない。まあでもとりあえずその分ステレオでまあね、復活ちょっとせかす感じでいくんで。今セリちゃんだけできるんだよね。お願いします。全然苦い顔して大きい。なんか言えよ。いや曲やれ曲やれ曲決まってない。できる、やるな、できるな、やる。鳥やるっしょ。あれかっこいい。鳥最高でしょ。さすがに無理。さすがに無理。もう多分何もないでしょ。あれ多分レコーディングしてみないと叩いてないんで。放課後でしょ。え？放課後でいい。じゃあ放課後やります。わ。
じゃあ昼の部でやって最後にやった CD の曲ね、 CD でも最後の曲、新しい曲の最後の曲曲でも覚えて書いていただけたらなと思います。Thank you.
あれさっきまで逃げたのに逃げたのに忙しいな特力ねえぞ何で腰入れてんの？お疲れ！あー！ワイ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 ！よいしょ！よーし！限界だよ。被害妄想域でやったの。昼被害妄想域でやったの。一曲目。俺ちょっと遅れてきたんだから被害妄想域ゲットしね。そんな取っといてんだよ。取っといてんの。本当の一番最後。知ってるよ。本当の一番最後。ね本当に一番茶番かよ。茶番かよ。茶番だよこれ。茶番。だって今日 CD 出したじゃん。茶番で泣いてるやついいんぞ。茶番じゃん、これ茶番じゃん、こいつだって、メガネ外してんもん美味しいな、もさっきケンジと話したんだけどさお前、さっきから、なんでさっきからケンジ出てくんだよケンジ関係ねえだろケンジと話したんだけど、レコ発やってないじゃん今日 CD 出すのにレコ発やってないじゃんレコ発やるっしょ今日だよあ、今日だお前どうですか？ちょっと話そうかな。話でちょっと死ぬみたいになってる。自殺するみたいになってる。怪我すぎ。黒頭いい。まあ本当に結構やっぱありがとうございました。結構。ギャルかやばい結構やばいやばいギャルさギャルさ俺らも今度顔すぎるギャルさギャルさ人によってギャルさこうやるマジか思いのほかな思いのほかなありがたかった多分うちにバンドやってる方が多分ほとんどですかねそんなことないそんなことないそんなことないまあそんな中でも本当に残ってくれた純粋なお客さんがいるのであればちょっとうちわみたいになっちゃったけどすいませんありがとうございましたありがとうございましたうちわっていうか茶番じゃんここまで残ってだって解散しないんでしょだって解散しないのに解散ギグみたいなのやって終結しようですマイネームでしょあはほんと言ったな限界限界詐欺いや青木とかもやってんじゃん閉店セールみたいな青木と大きいでも、しれっと営業してるだろしれっと営業してるしれっと営業してる居酒屋でやる大木の大きな閉店セールがね大木と大きに出るから近い近いしょうもないいやだって解散させねえもんだって次のライブの予定は告知次は来週の来週8月31日横須賀空いてるわ空いてるわ入れるわ来週のセレオタイプかみたいな真剣に言っていいですか6月に6月沼津でやった時に合コンが打ち上げて言ってくれて、
なんかこの3バンドでバースとウィーブとステレオでやりたいね、やりたいってうちらもう休止っつってるにもかかわらず言ってきて、やっぱおかしい人なんですけど確かにね、確かにおかしいね。でもそれってすごい響いてるとやっぱ思うんで、それでまあ これで今日3バンドでできて、まあ逆に3バンドできちゃったから終わりにっていう風にもなるっちゃなるし、今日じゃリハでしょ、なるし。でもそう、やっぱしマジお客さん全然納得しないから、まあ、ね、静かにでやるっていう約束、本当になんでその約束、ぶっちゃけ今日出るかもしれなかったんですけど、ドラムロッキーさんに変わってから本当話したこともないですし、シュージハーブ以外ね、シュージハーブ以外シュージハーブちょっとビグビグしてたんですけど、もし本当に出るんだったらロッキーやってない人でも本当に静かにでやるって約束はしたんで、ちょっと静かにには知名度上げてもらって、コースターコースター自分たちで頑張れよ。なんで大力本感だ。俺らもめっちゃけねえから知名度。まあまあまあ、でもそういうのじゃないしね、本当にスタジオライブとかで見んで一緒にまたできたらと思います、静かにとは。でまあウィーブとバースとは本当にゴー君はシェルターで3バンドでやりたいって言ってたんで、いやそれ熱くないですか、ちょっと俺的にあのツアーファイナルそういうノリにしようかなと思ってたら読めるみたいなこと言い始めて、いざたやの話後でやる、後で1年後だと多分シェルター空いてるか取れる、空いてる空いてる、そうその頃にはまあシェルター、うん、シェルターじゃなくてもまあいいんで。でもまあまたやるときはその3バンドでねできたらっていうか、その時に多分ゴー君が声をかけてくれるんじゃないかなって僕は信じてるんで、多分ウィーブも僕の力で持つ力を感じてる。社長、僕は金出してもうちょっと知名度上げるんで、たぶんバースは多分変わらないと思うんですけど、現状維持、現状維持やられてるぞ、やられてるぞ、お前ケンジなんか言うや、ケンジ仕掘ってる場合じゃねえぞ、お前ら多分次の本源とか本当に手売り限定とかだと思うんで、多分そっちで行くと思うんで、今も本当にそうだ、そうだ、5枚なんかちょっとやっぱバラバラになっちゃうかもしれないですけど、いやまたなんかそうやって声かけてくれて僕は信じてるんで、本当にそ、うん、練習は欠かさずしときます。一番嘘だよ。だからね、声かけてくれれば声かけたら出る、声かけたら出る。やばい来週でしょ、今日バンドマン多いからやばい。うちらのファイナルやってたらやばいぞ、殺到するよね、ご飯なんて言うんですかね、犯罪みたいなもんだと思うんですけど、やっぱし1回やめるって言って、それで104人来てもらったんで、ちょっと間を置くと裏の顔出てきた。いや、ファーザープラトニクスですよ、寒い、全然プラトニクスじゃねえ。さすがにこれ出ても来週やるって言ったら、本当昼の部来てた人に怒られちゃうんで、ね、僕はやりたいですけど、まあでも本当にやりたいです。まあちょっと時効がどれぐらいかちょっと分かんない。なんか悪いことしたの。1年2年分かんないですけど、できたらと思います。ちょっとまあね、でも芹沢のね、芹沢の言葉はもう変わんないからいいんだけどさ、大木さんだよね。そうやね。大木さんから聞かないと安心できないから、バンドマン。せっかくマイク用意されてるから喋ってる。確かに。あ、それ、これマイクやってんだからね。打ち上げで超乗り気だったよ。スキヤでやるつてだよ、ね。言ってたよ。スキヤでやる。6時のスキヤでよ。お前やるつてだよね。沼津か。沼津のスキヤで。そういう曲作った方がいいよ。沼津のスキヤ。どうしようか。被害はやるとしても、もう一
曲くらいやっていいですか。いやーもう1曲くらいどうせようかな。すごい、すごい期待してるよ。そう、何聞きたいの、ザキミヤ。あ、ザキミヤ、ザキミヤ、ザキミヤでもにわかすからね。本当にダメだよ。寝てたから、寝てたから。本当にわかすからいい。本当に本当に昔から本当に好きでいてくれて、バンドも始めたりとか、ユスクロも始めたりとか。もう一回もう一回大丈夫だよ。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 バリバリバリ殺すなよ。なんだよこれ。本当にうちの海をちゃんと聞いてきてくれてる。なんで他のみんな聞いてないでしょ。まあ今日あと3回聞いて3回回してきたっすね。やっぱり曲名まで言えるっていうのは本当に彼は本当に感謝してます。ナイスだ、ナイスだ、ナイスだ、ナイスだ。何でもいい。何でもいいから抜ける。マジで。いや重いっす。いや重いっす。どういうことだ。聞いても言えいなくちゃ。一番好きな曲を言えよ。じゃあもう泣ける曲全部やったんだよね。泣ける曲。自分の前に泣けるから。一番好きな曲っつって。一番好きな曲。年功序列っつってこう。違う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 違あ、おお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 マジか。もう完全にインコルトンめっちゃ泣いてる。あ、滑るじゃん。やばいやばい、さっきまで早く締めないと。やばい、私も泣いてみたけど。もう来週はあんま泣かないと。来週は来週映画は映画じゃあせめてファーストがいいかセカンドがいいか言ってください。世界放送壁それやるから大丈夫。本当の世界、本当の世界、本当の世界。ファーストかセカンドか言ってください。セカンドで、セカンドで。セカンド1曲目やけど、そう、1曲目決めるでしょ。
強いよ。